どうも、空調系 YouTuber ひでさんです。暑いですね。暑い日が続きます。今日はですね、こちらのお宅でエアコン 9.1 キロのエアコン取り付けとですね、この他の業者さんが付けたエアコンのですね、化粧カバー、テープ巻きされてたのをですね、カバー付けてよっていうことでね、お客さんに頼まれましたんで、そちらのね、今回は化粧カバーの取り付けのみの映像になります。すいません。ですね、まずね、この、使うのは稲葉の LDW。LD ダクトですね。LD ダクトで LDWM の頭に直感バリバリでまっすぐ1本降りて、そしてジョイントで終わりと。皆さんね、この場合、このパターンの場合、あんまりこういうね、他業者さんがつけて、カバーだけつけてよっていうこともあんまりないと思うんですけれどもね。こういうパターンの場合、皆さんいくらぐらいでやられてます？まあ、今回はね、9.1 キロのエアコンの取り付けも行いましたんでね、それはまた後日、動画上げたいと思います。そして、今、頭のですね、受け側をつけました。大体ね、私ね、今回はね、これ、他のエアコンの取り付けと一緒だったんで、まあ、5000円の消費税っていう形でやりました。まあ、使った材料はですね、頭一つ、ジョイント一つ、そして2メーターの、LD の黒の、単管ですね。単管を1本、丸々使ったっていうような感じですね。それで5000円の消費税っていうことで、施工しました。まあ、これだけね、この時期にね、これだけ、化粧カバーだけつけてってお願いされたら、そうですね、どうですかね、7000円ぐらいいただきたいですかね。そう。まあ、7000円じゃ美味しいですかね。まあ、結局ね、これ、作業時間なんて10分ぐらいなんでね、10分もかからないぐらいだと思いますんで、まあ、交通費もかかる。そういった場合はいくらでやりますか？どうしますか？お断りします？まあ、私、今回は、さっきも言いました、9.1 キロのね、エアコン、三菱のエアコンを取り付けしました。そのついでの作業だったんで、喜んでってことで、今作業してます。頭と今、ジョイントつけてですね、そして、直管部分にノックアウト抜いて、で、ずれない状態にして、コーキングを、このような形で、シリコンのね、これ、クリアになります。なんか変性シリコンでクリアって出たんですかね。今まで見たことなかったんですけれども、この間コメント欄でこういうのあるよっていうことでね、教えていただいたんですが、ネットで調べたら1000円ぐらいだったですね。変性シリコンの普通の色付きのコーキングでどうですかね。ホームセンターで800円とか900円ぐらい、700、800、900円ぐらいですかね。で、売ってて、ネットで変性シリコンのクリア、調べたら1000円ちょっとでした。少し気持ち高いですかね。それにしても、変性シリコンのクリアいいなと思って今度買ってみようかなと思います。コメントいただいた方ありがとうございます。今度買ってみますね。いやー、それにしてもですね、もう今日は8月の10日ということでね、もう1週間切りました。お盆まで1週間全然切って、一応13日からお盆ですかね。子供たちね、もう夏休みで、もう今日仕事終わって帰ってきたら、もうプールにもう水をいっぱい入れてですね、気持ちよさそうに入ってました。夕方なんですが、夕方にこんなプール入ってるやついんのかよって思ったんですけどね、うちの子供はどういうわけか、こんな夕方になってからですね、入ってます。5時過ぎてましたね、入って。そして化粧カバー止めて、はい、ちょっと曲がってますよね、この、他業者さんの施工されたですね、この配管をここに収めて、蓋をしますよ。蓋をしてですね。そして、ビスで止めて終わりと。これででも5000円の消費税じゃいいですよね。美味しいですか？まあ、他の作業と一緒なんでね。まあ、そうですね。これだけやりに、例えば、10キロも20キロもね、車で走っていってやって5000円じゃちょっと割に合わないですけれども、まあ、ついでの作業ということで、皆さん、こういうね、他の業者さんが、テープ巻きでやられて、化粧カバーだけやってほしいよって言われたことあります？あ、テープが顔について。まあね、まあ、年にね、本当に1件、2件ぐらいですかね、こういうのはあります。たまにありますが、よいしょ。
なのでね、今日はね、この化粧カバーをつけてはめて、おじさんが施工してる映像ということでね、くるくるトントンはありません、ノークルクルトントン、そして123番黒白赤もないのですということでね、おー、じゃあもう今速攻でこれチャンネル閉じよう、ポチってやられる方もいるかもしれませんが、まあね、まあまあまあ、お遊び動画ということで、今一応ね、頭のビスを止めるのにサッシからの離れをですね、ちゃんと測って、そしてビスを止めてコーキングしてと。まあね、本当にね、視聴者の方がですね、本当によく見てくれてます。まあ、今チャンネル登録者数がですね、7000超えて、今日の時点で7230とか40とかいるんですかね。ありがとうございます。皆さんね、登録していただいてね、このおじさんの作業を見ていただいて勉強になりますとかね、ここが違う、あそこが違うとかってね、注意を受ける時もありますが、ちなみにね、この間は脚立の向きがこれ逆だよとかってね、言われたり、電波に乗るんじゃねえよとかね、まあお叱りを受けること結構多々あります。まあ一応ね、個人事業主で一人でやってます。まあ社長であり、社員であり、プレイヤー、経営者であり、そうですね、作業員ということでね、全部全責任自分一人でやってます。まあお客さんにね、迷惑をかけないように作業をして、そしておまんまの種を稼いでると。まあいいですよ、エアコン屋さんね、これからエアコン屋さんにね、なりたいなって思ってる方、自由気ままなエアコン屋さん、夏は本当に稼げます。まあ家庭用のエアコンだけじゃなくてね、本当に業務用のエアコンも覚えると本当に幅が広がってですね、自由になれるってことですね。まあね、それね、やるもやらないも自分の責任ということでね、自己責任です。まあ厳しい世界ではありますが、8月終わってね、9月ちょっとのんびりできるっていうのはね、結構ね、私好きなんですよ。いや、今日はちょっと一軒やって、その後お風呂にでも行ってゆっくりしてマッサージしてもらってとかつってね、そういうのも醍醐味であります。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事、ヒデさん、エアテックチャンネルではご覧のようにですね、くだらないかもしれませんが、化粧カバーの施工の動画も流しておりますということで、まあ、明日以降ね、頑張って動画上げてきますんで、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。また見てください。ありがとうございました。